クリス・ニッセンにいるスクリスチャン・ニッセンは、デンマーク出身の元レーシングドライバーである。2009年2月現在、フォルクスワーゲンのモータースポーツディレクターの職にある。ニッセンはカートでレースを始め、1976年と1977年に、デンマークチャンピオンになった。1982年には、デンマークのフォーミュラフォード2000で、1986年には、 ドイツ海産でチャンピオンになり、同年11月には、鈴鹿で行われた全日本海産の最終戦に、スポット参戦し、勝利を挙げた。翌1987年からは全日本、スポーツプロトタイプカー耐久選手権への参戦を、開始し、レートンハウスのポルシェ 962C をドライブした。1988年は、第3戦終了時点で、 ポイントリーダーに立っていたが、第4戦、富士500マイルレース直前の7月22日に、富士スピードウェイで行われた、テストセッション中に第1コーナーで、ほとんど減速することができずにコースアウトしクラッシュした。この事故でマシーンは全焼し、日線は顔面を含む全身の40%に、及ぶ火傷を追い渋滞になった。1989年から1992年に、かけて、 日戦はドイツツーリングカー選手権で BMW-BMW-M3 のワークスマシンをドライブした。1991年のニュルブルクリンク24時間レースに BMW で勝利し、1992年にはノルディックツーリングカー選手権ノルディックカップを獲得した。この年の後半には負傷したアランメニューに代わりイギリスツーリングカー選手権の EMW をドライブした。1993年にはドイツ GT 選手権でランキング2位となり、1994年には DTM に戻り、アルファロメオをドライブした。1995年にはフォードでドイツ STW スーパーツーリングカーカップに参戦し、1996、1997、1999年にはアウディから同選手権に参戦した。 1999年には、フォルクスワーゲンビートルでこの年に開始した、デンマークツーリングカー選手権にもスポット参戦した。2000年には DTM に再参戦を果たし、クリスチャン・アップトとアウディ TT を走らせた。2001年と2002年には V8 スター選手権に参戦し、これを最後に現役を引退した。ありがとうございます。